それでは18時30分回りました。トモティブのハッピーストライク始まります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて、今日はゲストに富士アニマルネスト店長くにさんにお越しいただいてます。はい、よろしくお願いします。くにさんは数え切れないほどの登場回数を誇る、はい、もう重要な人物と感じております。はい、BGM はくにさんがやってるリアルテンションとかの曲をお借りしてますね。はい、はい、こちらも一緒に耳を傾けていきたいと思います。はい、で今日はですね、なんで来てもらったかというと、今度12月3日の日曜日にすっごいいいイベントあるということで、はい、そうなんですよ。ちょっと新しい企画で、ライブをそのまんまライブレコーディングして、出演者に、なんていうの、レコーディングしたデータを渡すっていうか、そういうライブレコーディングができるライブをやろうということで、企画を12月3日から3日に行うことになりました。その1回目が、はい、12月3日に1回目ということで、はいはい、その名もライブキャッチザアニマルボリューム1。そうです。すごいですね。ライブキャッチってなんかこう本当にタイトルがそのままっていう。これ英語的に合ってるかどうかよくわかんないですけど、実は誰が名前つけたんですか。いや、ずっと悩んでて、まあ、最終的になんかとりあえずこれにしようと自分が勝手に決めたんですけどしかもボリューム1ってことは、はい、今後続いていく予定の、ね、はい、イベントですよね。はい、こちらの方はですね、早速も告知から行くんですけど、17時夕方の5時オープンで、はい、17時30分スタート予定で今のところスケジュールが決まってます。はい、で、こちらがですね、チケットが前売りが2000円で、はい、当日券が2500円、はい、でプラス入場時にワンドリンク500円かかります。はい、で出演バンドが全部で4バンド決まっております。はい、まずは今回のライブレコーディングの首謀者というか、なんかそのライブレコーディングしたライブレコーディングした、そのライブレコーディングをライブアルバムとして、来年ですよね、結成20周年ということで、ライブベストアルバムということで、リリースの予定があるということで、はい、はい、クラックナッシュさん、はい、東京から、はい、来てくれます。そして地元のバンドはですね、アンフィニッシュ、はい、はい、そしてワイルドボアさん、で私がいるボゴティですね。はい、以上4バンドで、はい、楽しい時間をお届けできたらいいなと思ってます。各バンド、普通のライブだと大体1バンド30分ずつなんですけど、ちょっと尺をちょっと長めにしてるので、ちょっとこう、なんていうかね、曲数も多くレコーディングできるし、皆さんも楽しんでいただけると。はい、なかなか30分以上やるって意外となくて、なくて、あ、いや、長いのってあんまりなくて、ちょっと珍しい、ワクワクするよねっていう話をメンバーでしてて、だいたいこう転換抜き30分とかで、そう、なんかこうきっかけがないと、そう、30分の壁ってなかなか超えないようなイメージがあって、今回初めて壁を超える壁を超えます。はい、壁を越えますので、楽しみですね。はい、そんなですね、クラックナッシュさん、はい、東京で普段バンド活動されてて、はい、アニマルネストにもよく来ますね。はい、来ているんですけれども、ちょっと東京に押しかけてですね、無理やりコメントをもらってきましたので、はい、はい、ぜひそちらをちょっとご覧いただきたいと思います。ドン。はい、本日はクラックナッシュさんのスタジオにお邪魔してます。どうも、ボーカルのヤスです。ベースのコウジです。ドラムビリーです、よろしくお願いします。もうちょっと声を張って。ドラムビリーです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、12月3日に静岡で、はいはい、なんとライブをやるということで、はい、告知をしてもらいに来ちゃいました。はい、別になんとっていうことでもないんですよ年に何度となく言っておりますが、アニマルネストさんの方で、12月3日にライブキャッチザアニマルボリューム1というタイトルでですね、レコーディングライブを、なんとゴゴティさんも一緒ということで、はい、今回ご一緒させてもらうことになりました。レコーディングされるということで、めっちゃ緊張してるライブレコーディングということで、やばい、右からの圧力半端ないんですけど、ね、もうすでに、一緒にこれ、レコーディングやってもらうとか、もうドッキドキでテンパってます。そうなんですけど、テンパってます、すごい。まあ、要はいつもやってるライブにそのマイクを立てて、でそのレコーディングって、こう割とこう
硬くなるというか、こう黙々と黙々とその 音を封じ込めることに魂を込めるじゃないですか。そうじゃなくってそのライブそのものをもう封じ込めちゃうみたいな、そういう感覚でやる方がどっちかっていうとなんかこう、まあ、うちらっぽい手はあります。臨場感満点、うん、かつこう一発勝負のレコーディング、なんていうんですか、今までこれ浩二が言い出したんですけど、はい、あの要はあの来年でクラクナッシュ結成20周年おめでとうございます。20年、無駄に長いですねでそれがあって、で10年の時にベスト版でナンバー5ってやつを、それレコーディングで綺麗に撮ったやつを作って入れてるんですけど、要はそれでベスト版もやっちゃってるんだけど、ライブ版でっていうのはないよねっていうふうに浩二が言って、はい、でライブレコーディングやりたいねっていうのは、あいつ言った、2年ぐらい前言ったよね。それでアニマルネストの国さんの方にですね、まあ、ちょっとそういうのやってみたいなって思うんだけどって相談してみたら、なんか国さんがじゃあちょっと機材買いますかみたいな話になったらしくって、むっちゃ浮かぶ映像が、そうそう、国さんのお顔が浮かんで、最初はなんかいろんな人に聞いて、そのなんかアニマルネストのこう機材でいろいろできることを探ってたみたいなんですけど、それがやっぱ買った方が早いみたいなもう機材入れちまえみたいなことに、男気、国さんの男気でライブハウスにそのシステムがこれからできるってこと、まあ、これから皆さんね、やりたいと思えばアニマルネストでそういうことがきっとこれからどんどんできると思いますんで、大いに活用していただけたらと、ね、うちらがまあその一発目、そう一発目だから、まあ、きっとこれは手探りだと思うんですけど、うん、どんな風に仕上がるのかがもう今から楽しみなんですけど、バンドさんも今決まってまして、もう、全部で4バンドですね。はい、はいはい、カンペ書いたのに、アンフィニッシュドさんですね、まず、はい、アンフィニッシュドさん、そしてワイルドボアさん、そしてうちですね、ゴゴティと、そしてクラップナッシュさん、はいはいはい、なんせもうメインが豪華ですから、もう全然そんなことないですで、ライブレコーディングっていうと、もうそれこそもうお客さんの力も必要不可欠っていうか、うん、客席のもちろん勢いがね大事なので、そうなんですよ。だからこの今これ何 TV ですか、これ焼津 TV です。焼津 TV をご覧の皆さん、ぜひですね12月3日はもう富士のアニマルネストさんの方へですね足を運んでいただけたらと、こう思うわけですね。はい、17時オープンですね、うん、はい、で、チケットの方がですね、前売りが2,000円、当日が2,500円のワンドリンクって形で、はい、はい、お問い合わせはですね、アニマルネストさん、もしくはクラックナッシュさんのホームページで大丈夫です。いいですかね、はい、そちらの方にですねお問い合わせいただいて、ぜひチケットを事前にゲットしてですね、もう万全の状態でライブに参加していただきたいと思っております。はい、はい、プレゼント考えておきますよ。本当ですか。もうこの番組見てきましたっていうふうに言っていただければ。本当ですか。はい、クラクナッシュの方でプレゼント用意しますんで、ぜひ遊びに来てください。大チャンスです、はい、本当に大チャンスなので、ぜひこうお客さんとして参加してください。はい、その後もですね、ライブの方が前後で決まっているということで、ぜひこちらもお願いします。そうですね、これが放送が11月の20日。20日ですね。20日ということなんで、11月25日、東京なんですが、新宿ライブフリークというところで、ラッドリフドロップボリューム2ということでですね、クラックナッシュ、今年に入っての新企画2度目ということですね。そうです。はい。ラインナップのバンドはビリーちゃんからどうぞ。これから。まずトップバッターというかオープニングアウトに、ちょっとこっちでしまう。ヤスのね、スペシャルなロックンロールカバーバンドが用意されている。僕も何やるかまだ聞いてないんですけども、すごくこれは楽しみですので、ぜひ皆さんお越しください。そして、ミスティー、ごめん、名前忘れた。とあるバンドが名前をちょっと書いていてます。ミスティーなんとか。マスティーなんとか、まあ、それはちょっとホームページチェックしてください。いつもの名前じゃないんで。で、おなじみの毎年一緒にやってるザ・ビールス、そして初出場になります、ライダースのドラムのね、モーさんが叩いてるバンド、ミサイルズ、あ、あの
スリーピース、とてもかっこいいバンドです。そしてちょっと何年か前にスタポートさせていただいてから親しくさせていただいている、原動ミサイルの夜桜極蔵さんのロカビリバンド、サンダーバード、サンダーバード、59っていうのは59極というものか、まあ、59で、そしてトリクラクナシ務めますので、ぜひ静岡の番組に告知させていただいているんですが、ね、もしよろしければ遠路はるばるお越しくださいませ。お願いします、はい、よろしくお願いします。まあ、あと12月の16日吉祥寺の方もあるんですが、まあ、詳しくはホームページの方見ていただけたら、まあ、何しろね12月の3日これはまず来てほしい、ワンツースリー、これもぜひとも遊びに来ていただきたいと思いますんで、よろしくよろしく重ねて、よろしくお願いします、はい。クラックナッシュさんといえば、ヤズ TV のこちらの番組でもエンディングとしてかけさせていただいておりましたので、ぜひ音楽聴いて気になった方もぜひ会場に足を運んでいただければと思います。はい、よろしくお願いします。そんなわけで12月3日は本当に楽しみにしてますので。待ってるぞ。よろしくお願いします。こんなところでよろしいでしょうか。はい、それではクラックナッシュの皆さんでした。ありがとうございます。コメントと一緒に、クラックナッシュさんのスタジオエディションをご覧いただいてます。はい、ちょっとレアじゃないですかね。レアレアですね。激レア激レア、はい、すごい心よく取材に応じていただいた上に演奏までしてもらってきちゃいました、はいはい。もうフライハイもヤイズ TV で使わせていただいてたので、はい、気になった方はぜひヤイズ TV 見たよって言ってくれるといいことあるって言ってたんで、はい、なんですかね。なんかこういいことあるらしい。いいことあるらしい。ヤイズ TV 見たよって言って予約ぜひしていただきたいです。12月3日です。はい。まあ、なんかこう CD で聴くのとは違った。そうですね。はい、はい、はいはい。こうなんだろう雰囲気なのか。現場でこう見ないと感じ取れないものってやっぱライブは必ずあると思うので、まあスタジオの演奏もそうですけど、ライブアルバムになるということはあれですからね、お客さんもわーわー言ってる声とかもパッケージされるということなので、こう皆さんわーわー言いに来てほしいですね。そうですよね。そうですよね。そう、そこがやっぱお客さんの力、こういかにこう臨場感を詰め込むかっていうのはお客さんの熱量も大事だと思うので、ぜひ応援に来てほしいですね。そうですね、はい。
あんまりこう寂しいと悲しくなっちゃうから、ぜひぜひたくさんの方にあの見守っていただきたいというか、あのわーわーいいね、そう、わーわーいいね、わーわーいいね、わーわーいいと思うじゃん、ガヤ欲しい。ぜひこのアルバム制作にこうガヤで携わるというか応援の一声をね、こう入れていただきたいと思います。惜しい、やいず TV でした。ここはあの美味しい、とても美味しいのでノーカットで。はい、ありがとうございました。クラックなしさんのフライハイでした。はい、はい、12月3日日曜日ライブキャッチザアニマルボリューム1、ぜひお誘いの合わせの上お越しください。お越しください、はい、予約してください。はい、そしてですね、あのアニマルネストでは今後もそうですね、目白押しなんですよ、はい、今後っていうか11月の12月3日のちょっと 前になっちゃうんですけど、はい、あの11月の下旬にちょっといろいろライブが目白押しなので、はい、ちょっとじゃあその告知をさせてもらえるといいかなと。はい、はい、ヤイズ TV 名物、クニさんの告知コーナー、名物の名物だったんですね。あのライブハウスの人が来ると絶対やってもらうコーナー的な感じで、はいはい、じゃあまずといつ今日フライヤー持ってこなかったので、あのスマホを見ながら、はい、じゃあこれから行きましょうね。はい、はい、どん、はい、11月23日、ラウドネスの山下正一さん、あのベーシストの、はい、世界のラウドネスの山下正一さんが勝手に、山下正義グループセッションライブ、勝手にディープパープルレインボーナイトということで、地元の、地元というか要するにこう静岡県内の、リズム隊じゃない、ドラマーさんとキーボードさんとボーカルさんを交えて、ですね、ディッパープとレインボーをやるライブをやると。でしかも、ラウドネスの曲を、アマチュアセッションというか山下さんも参加して、セッションできるというそういうライブなんですよ。はい、プロとの共演に、プロともっていうか、本人ですから、なんて言っても、ね、だからこうなんていうのこうチャンスっていうかこうなかなかできない経験、まあ、なかなかできない、アニマルでやるのは去年もあって2回目なんですけども、はい、やっぱりこうなんか世界中ツアーしてるラウドネスのベーシストのなんていうグルーヴ感っていうのはやっぱ全然なんかもうちょっと全然違ってて、やっぱりこう聞くとだけでやっぱオーラが違うんですね。もう違いますね、うん、もうぜひそれをこう体感しつつ一緒に演奏もできるというそういう機会なので、ぜひまだエントリー間に合う可能性もあるので、可能性もあるので結構来てますか、やっぱりそういうギタリストは結構来てますね。はい、あ、そうだね、ベーシストも一緒に演奏できるんで、本当ですか。そう、ベーシストのエントリーも大歓迎なんで、はい、すごい、ぜひぜひ、はい、11月23日、ね、木曜日の祝日かなですね、はい、はい、ぜひアニマルネストに来ていただいて、でセッションに参加したい方はこの電話番号に電話してくれれば OK なんで、とりあえずこの曲に参加したいよと連絡いただければと思います。はい、はい、曲も皆さんハードロックファンだったら聞いたことあるような名曲揃いですので、はい、ぜひぜひエントリーの方も問い合わせをしてください。はい、はい、で次はこれかな、これですね、これですね、はい、こちらもアニマルネストではおなじみのイベントになりつつある。そうですね、11月24日、はい、これは焼酎ロックというバンドが来るんですけども、ですね、ワンステージでステージの上になんと焼酎が1本でそれが空になるという、そう、あ、飲みながらやる、飲みながら、焼酎ロックって、ま、バンドなんですけど、飲みながらやる、名前とかけてみたいな、名前とかけて、名前とかけたんじゃなくて、飲みながらやるからこの名前になったんじゃないかっていうあれなんですけども、どっちが先なのかは、どっちが先なのかわかんないですね。やる曲はですね、GS をハードロック調にアレンジした曲とか、あと昭和の歌謡曲とかなんかハードロック調にアレンジした曲とか、はいろいろやると思うので、はい、もちろんプロミュージシャンなんですごい演奏を見せてくれると思います。で地元のバンドが、オープニングアクトで出るんですが、
矢沢永吉トリビュートのゴールドラッシュさん、はい、それと、ポップですよね、ポップなバンドね、はい、シャカシャカさんが、はい、スカバンド、オープニングとして出演することになってます。どちらも大所帯の、はい、大所帯ですね、大所帯のバンドさんっていう、ね、大所帯なんだけど、この日リハーサルがないという、これどうしたらいいの、すごい、まあまあ大丈夫です、はい、ですね、はい、それでは小中ロック、こちらの、まあ、メンバーさんもとても豪華です、ね、豪華ですね、はいはい、サブレターバータイガーの下山兄貴と、はい、なんて言ったらいいんだろう、昔つらいっていうバンドやったり、無事だってバンドやった、寺澤浩司さん、はい、あと、向山哲さんはね、こう結構すごい、なんていうの、J-POP、J-ROCK のこうアルバム、90年代、もうもっと前かな、前の頃とからこう見ると、結構いろいろ参加してるんですよ。特に有名なのとかっていうと、コッコとかね。この間、去年かな、あ、この今年か、武道館で 2days のライブやったら、どっちかの日に出てるんですよね。すごい、なんていうか、ドラマーさんですね。で、ギターの人は、ケラウスランバラっていう、クレの、ライブハウスを経営してる人なんですけども、で、この4人で小中ロックということで、ワンステージで、焼酎が空になるという演奏もすごいけど飲む勢いもすごいみたいな、すごいすごいです、ね、はい、何よ、なんだ、演奏楽しみだけど飲みっぷりも楽しみになってきちゃう、飲みっぷりも楽しい、楽しいよ、楽しいっていうか、すごいですよね、お客さんも飲めばいいと思う、お客さんもそうですよね、一緒にこう多分でも見てたら飲みたくなっちゃうんじゃないのかな、こういうのってすごいすごいと思いますので、はい、ぜひ24日ですね、そうですね、この日平日なので金曜日で平日なので、オープンが7時、スタートが7時半、ちょっと遅めになってますんで、はい、皆さんこう仕事帰り、学校帰り、そうですね、仕事終わってから、まあ、次の日みんな土曜日休みだと思いますので、あ、そうですね、飲めますね、飲んで帰ってっていう感じですよね、はい、はい、24日金曜日、はい、アニマルネストです、はい、小中録で、次はこれですね、その次ですね、25日、はい、11月25日、コンチェルトムーンの、はい、プロローグトゥメサイアツアーということで、ニューアルバムが出て、それの、ツアーというかね、プロローグなので、その、はい、なんていうんですか、プロローグっていうと、なんて言ったらいいんだろう、このそのプロローグになる、なんて、うん、全なんだろうな、プロローグアルバムに伴うツアーってまた本ツアーがあるんですけど、その前に、その前哨戦で何本かあるんですよ。で、その初日がなぜか富士アニマルネスト公演ということで、すごい、なんか選ばれしライブハウスですよ、はい、すごいですよ、もう、そうです、11月25日の土曜日ですね、はい、で、これには、オープニングアクトとして地元のバンドが、ルードシアターとい う、はい、こう若手イケメンバンドと、はい、ライオット、はい、ライオット、ライオットのトリビュートバンドのライオットが紛らしい出ます、はい、バッチリ出てるじゃないですか。クニさんが、あ、でも、あとですライオットのギター僕弾くんで、はい、クニさんが出ます、はい、頑張ります、はい、はい、ルータシアカさんは以前ヤイズ TV でも出演いただいたことありますので、はい、ぜひ前 の、 番組 の、 なんだろう、録画の方もぜひチェックして遊びに行っていただけたらいいかなと思います、はい、はい、ライオットさんもクニさんおなじみの感じなので、あ、そうですね、はい、ぜひライオット予習していくと楽しく、あ、そうですね、ライオットも、アルバムいろいろ聴いて予習してきてくれるといいと思います、はい、言葉で言うとライオットのライオットっていうとおっ若干困惑しますけど、ぜひぜひ元の方も聴いてみて、そうですね、こう聞いて、はいはい、楽しいライブ、はい、でフライヤーないんですけど、はい、ないっていうか、11月26日に本当はスパンっていうインストロックバンドのプロ のライブがあったんですが、ちょっとスパンさんの事情で延期になっちゃったんですけど、その日出る予定だった地元のバンドさんだけでライブをやろうという話になっ て、11月26日も、アニマルネストのライブがあります。もうずっとライブありますね、じゃあ。そうなんですよ、11月23、24、25、26って4日間で、はい、で、11月26日は僕もネルフレンズで出るので、連チャンなんですよね、クニさん2デイズじゃないですか、2デイズなんですね、病み上がりなのに大丈夫なのかとかって話もあるんですが、26日 の、 その地元のバンドでのライブはネルフレンズとコーテックスとあとノバットと、コナウィンドって結構ね、演奏がコナウィンズさんとノバットさん結構演奏もすごいなんかね、大人向けの ロックっていうかポップだったりとか、だったりとかで、すごくなんかね、ちょっとそれすごい僕も対バンがすごい楽しみなんですよね、うん、
あのメインのファンさんが延期になっちゃったんですけど、でも地元のバンドだけでもすごいもう結構な楽しみな感じのイベントになると思いますので、ぜひ11月26日もね、すごいですね、23、24、4年ちゃんですけど、あの全部行く人はアニマルネスト4 days っていう、4 days 下手したらお客さんの方がすごいアニマルに通い詰める感じにそうです、ね、なるかと思うんですけど、ぜひぜひあの都合がつくところはね、はい、ぜひ遊びに行っていただきたいですね。本当豪華なイベント、目白しの富士アニマルネストですね、はい、ホームページの方ございますので、ぜひアニマルのホームページ、はい、チェックしてください、はい。あっという間に残りが5分となりました。ちょうどいいですね、はい、素晴らしい時間配分ですかね。はい、すごいです。エンディングですね、ソルトライブさんのインバイテッドを流させていただいてます。こちらもホームページ等々チェックしてください。さて、くにさん、11月12月ととても忙しいです。忙しいですねイベント尽くしで、まあまあね、あのいいことだと思いますよ。自分自身のライブも結構あるんで頑張んないと。首はまあ、あの普通に生活する分には大丈夫なんで、ソル分にはまだ、あのこっちはまだ、あのね、実はソルのはあの首そんなに負担ならない、首が反ってないんで、本当はだから、ね、でもソルとちょっと怒られるんでみんな心配してる、心配してるから、めっちゃ心配してる、ほどほどにします。あのまだまだ完全に完全な感じは、まあね、なかなかあれですけど、あのライブは全然多分っていうかね、フルでって、まあ、9月1回やってますけど、まあどうなのか、まあ、やってみないと分かんないんでね、負担にならないように、皆さん、鏡の向こうの皆さんもかなり心配していらっしゃるので、はい、頑張ります、はい、皆さん、くにさんに愛のエールをぜひお願いします、はい、お願いします。首は大事ですから、はい、首は大事です。そんなわけでですね、今日はあの12月3日日曜日のライブの告知をメインに放送させていただきました、はい、最後にもう一度、ライブキャッチ・ザ・アニマルボリューム1、はい、オープンが17時スタートが17時30分。チケットの方は前売りが2000円、当日が2500円で、はい、ワンドリンク500円でとかかります。出演バンドさん各自、もしくは、アニマルネストさんで、クラックナッシュさんの方ですね。ライズ TV 見たよと言って、ぜひチケットの方を予約していただければ嬉しいです。はい、というわけで、今日もトモテルのハッピーストライク。本当にあのいつもね、すぐにさんには大変たくさん来ていただいて、またぜひなんかこう、とかありましたらね、あのバンドの方でもぜひまた来ていただけると嬉しいですね。あ、そうだよね、そうだよね、あのなんだかんだ、兄さんの全員で出たことないよね。そうなんですよ、あのそうなんですよ、なんでぜひ今度またクスの藤枝だからね。あ、本当ですか。藤枝、来ようと思えば来れるね。ちょっと実は今日あのリハーサルあるんでスタジオあるんで、ちょっと実際にあのよく言っといてください、ちょっと話しときます、はい。今度ぜひリアルのライブのね、こっちとかあったら遊びに来ていただければ嬉しいと思います、はい、ありました。はい、そんなわけで本日のゲスト、富士アニマルネスト店長くにさんでした。ありがとうございました。12月3日お待ちしてます。いつももね。